夏目漱石作それから「大助の方ではもう言うべきことを言い尽くしたような気がした」「少なくともこれより進んで梅子に自分を説明しようという考えはまるでなかった」「梅子は語るべきこと聞くべきことをたくさん持っていた」「ただそれがとっさの間に」 前のの問答につながりよく口へ出てこなかったので「あるあなたの知らない間に縁談がどれほど進んだのか私にもよくわからないけれど誰にしたってあなたがそうきっぱりお断りなさろうとは思いがけないんですもの」と梅子はようやくにしていった「なぜです?」と大助は冷ややかに落ち着いて聞いた。 梅子は眉を動かした。「なぜですって聞いたって理屈じゃありませんよ。理屈でなくても構わないから話してください。あなたのようにそう何遍断ったってつまり同じことじゃありませんか」と梅子は説明した。けれども意味がすぐ大介の頭には響かなかった。不可解の目を上げて 梅子,を見た梅子は初めて自分の本意を不縁しにかかったつまりあなただっていつか一度は奥さんをもらうつもりなんでしょ嫌だって仕方がないじゃありませんかそういつまでもわがままを言った日にはお父さんにすまないだけですわだからねどうせ誰を持って行っても気に入らないあなたなんだからつまり 誰を持たしたって同じだろうっていうわけなんです。あなたにはどんな人を見せてもだめなんですよ。世の中に一人も気に入るようなものは生きてやしませんよ。だから奥さんというものは初めから気に入らないものと諦めてもらうより他に仕方がないじゃありませんか。だから私たちが一番いいと思うのを黙ってもらえば。 それでどこもかしこも丸く収まっちまうからだからお父さんがことによると今度はあなたに1から10まで相談して何かなさらないかもしれませんよお父さんから見ればそれが当たり前ですものそうでもしなくっちゃ生きてるうちにあなたの奥さんの顔を見ることはできないじゃありませんか大助は落ち着いて兄嫁の言うことを聞いていた 梅子の言葉が切れても容易に口を動かさなかった。もし反駁をする日には話がだんだん込み入るばかりでこちらの思うところは決して梅子の耳へ通らないと考えた。けれども向こうの言い分を請け負う気はまるでなかった。実際問題として双方が困るようになるばかりと信じたからである。 それで兄嫁に向かって「あなたのおっしゃるところも一理あるが私にも私の考えがあるからまあ売っちゃっておいてください」と言ったその調子には梅子の干渉を面倒がる景色が自然と見えたすると梅子は黙っていなかったそりゃ第三だって子供じゃないから一人前の考えの終わりなことはもちろんですわ。 私なんぞのいらない差し出口はご迷惑でしょうからもう何にも申しますまいしかしお父さんの身になってごらんなさい月々の生活費はあなたのいるというだけ今でも出していらっしゃるんだからつまりあなたは初生時代よりも余計お父さんの厄介になってるわけでしょそうしておいて世話になることは 元より世話になるが年を取って一人前になったから言うことは元の通りには聞かれないって威張ったって通用しないじゃありませんか梅子は少し激したと見えてなおも言い募ろうとしたのを大輔が遮った「だって女房を持てばこの上なお,お父さんの厄介にならなくちゃならないでしょいいじゃありませんか。 おお父さんんががその方がいいとおっしゃるんだからじゃあお父さんはいくら僕の気に入らない女房でもぜひ持たせる決心なんですねだってあなたに好いたのがあればですけれどもそんなのは日本中探して歩いたってないんじゃありませんかどうしてそれがわかります梅子は張りの強い目を据えて大輔を見た。そうして 「あなたはまるで大原人のようなことをおっしゃるのね」と言った大助は青白くなった額を兄嫁のそばへ寄せた「姉さん私はすいた女があるんです」と低い声で言い切った大助は今まで冗談にこんなことを梅子に向かって言ったことがよくあった 梅子も初めはそれを本気に受けたそっと手を回して真相を探ってみたなどという滑稽もあった事実が分かって以後は大介のいわゆる空いた女は梅子に対して一向聞き目がなくなった大介がそれを言い出してもまるで取り合わなかった出なければ茶化していた大介の方でもそれで平気であった しかしこの場合だけは彼にとって全く特別であった。顔つきといい目つきといい声の低い底にこもる力といいここまで押し迫ってきた前後の関係といいすべての点からいって梅子をはっと思わせないわけにゆかなかった。兄嫁はこの短い句をひらめく会見のごとくに感じた。 大介は帯の間から時計を出してみた父のところへ来ている客はなかなか帰りそうにもなかった空はまた曇ってきた大介は一旦引き上げてまた改めて父と話をつけに出直す方が便宜だと考えた僕はまた来ます出直してきて お父さんにお目にかかる方がいいでしょうと立ちにかかった梅子はその間に回復した梅子はあくまで人の世話を焼く実意のあるだけに物を中途で投げることのできない女であった抑えるように大助を引き止めて女の名を聞いた大助はもとより答えなかった 大輔はそれでも応じなかったすると梅子はなぜその女をもらわないのかと聞き出した大輔は単純にもらえないからもらわないのだと答えた梅子はしまいに涙を流した人の尽力を出し抜いたと言って恨んだなぜ初めから打ち明けて話さないかと言って 攻めた「かと思うと気の毒だ」と言って同情してくれたけれども大輔は道夫についてはついに何事も語らなかった梅子はとうとうがおった大輔のいよいよ帰るという間際になって「じゃああなたから直にお父さんにお話しなさるんですね」「それまでは私は黙っていた方がいいでしょう」と聞いた。 大助は黙っていてもらうほうがいいか話してもらうほうがいいか自分にもわからなかった「そうですね」と躊躇したが「どうせ断りにくるんだから」と言って兄嫁の顔を見た「じゃあもし話すほうが都合がよさそうだったら話しましょう」「もしまた悪いようだったら何にも言わずにおくから」 あななたがめからお話しなさい。「それがいいでしょう」と梅子は親切に言ってくれた大助は「何分よろしく」と頼んで外へ出た角へ来て四ツ谷から歩くつもりでわざと塩町行きの電車に乗った連兵場の横を通る時重い雲が西で切れて 梅雨には珍しい石よが真っ赤になって広い腹一面を照らしていた。それが向こうを行く車の輪にあたって、輪が回るたびに鋼のごとく光った。車は遠い腹の中に小さく見えた。腹は車の小さく見えるほど広かった。火は血のように毒々しく照った。 大介はこの光景を斜めに見ながら風を切って電車に持って行かれた重い頭の中がふらふらした終点まで来た時は精神が体をかしたのか精神の方が体に侵されたのか嫌な心持ちがして早く電車を降りたかった大介は雨の用心に持ったコウモリ傘を 杖のごとく引きずって歩いた歩きながら自分は今日自ら進んで自分の運命の半分を破壊したのも同じことだと心の内につぶやいた今までは父や兄嫁を相手にいい加減な感覚をとって柔らかに自我を通してきた今度はいよいよ本性を表さなければ それれを通しきななくなった同時にこの方面に向かって在来の満足を求めうる希望は少なくなったけれどもまだ逆戻りをする余地はあったただそれにはまた父をごまかす必要が出てくるに違いなかった大助は腹の中で今までの我を冷笑した 彼はどうしても今日の告白をもって事故の運命の半分を破壊したものと認めたかったそうしてそれから受ける打撃の反動として思い切って道をの上に追っかぶさるように激しく働きかけたかった彼はこの次父に会う時はもういもうい 後へ引けないように自分の方をこしらえておきたかったそれで道をと会見する前にまた父から呼び出されることを深く恐れた彼は今日兄嫁に自分の意思を父に話す話さないの自由を与えたのを悔いた今夜にも話されれば明日の朝呼ばれるかもしれない すると今夜中に道をにあって己を語っておく必要ができるしかし夜だから都合がよくないと思った角上を降りた時日は暮れかかった士官学校の前をまっすぐに堀端へ出て二三丁来ると佐渡原町へ曲がるべきところを大助は わざと電車道についいて歩いた彼は例のごとく家へ帰って一夜を暗寒と書斎の中で暮らすに耐えなかったのである堀を隔てて高い土手の松が目の続く限り黒く並んでいる底の方を電車がしきりに通った大助は軽い箱がレールの上を雲なく滑っていっては また滑って帰る迅速な手際に警戒の感じを得たその代わり自分と同じ道を容赦なく行き来する外堀線の車を常よりは騒々しく憎んだ牛米見附まで来た時遠くの小石川の森に数点の日陰を認めた大助は夕飯を食う考えもなく 道をのいる方角へ向いて歩いていった約二十分の後彼は安藤坂を上がって電通院の焼け跡の前へ出た大きな木が左右からかぶさっている間を左へ抜けて平岡の家の側まで来ると板塀から例のごとく火がさしていた大輔は塀のもに身を寄せて じっっと様子を伺ったしばらくは何の音もなく家のうちは全く静かであった大助は門をくぐって格子の外から「頼む」と声をかけてみようかと思ったすると縁側に近くピシャリとすねをたたく音がしたそれから人が立って奥へ入ってゆく景色であった やががて話し声が聞こえた。何のことかよく聞き取れなかったが声は確かに平岡と道夫であった話し声はしばらくで止んでしまったするとまた足音が縁側まで近づいてきてどさりと尻を下ろす音が手に取るように聞こえた大助はそれなり塀のそばを退いた そうして元来た道とは反対の方角に歩き出したしばらくはどこをどう歩いているか夢中であったその間大助の頭には今見た光景ばかりがひ,ひりつくように踊っていたそれが少し衰えると今度は事故の行為に対してゆうべからざる おじょくの意味を感じた彼は何のゆえにかかる下劣な真似をしてあたかも驚かされたかのごとくに退却したのかを怪しんだ彼は暗い小道に立って世界が今夜に支配されつつあることをひそかに喜んだしかもさみだれの重い空気に閉ざされて 歩けば歩くほど窒息するような心持ちがした神楽坂上へ出た時急に目がギラギラした身を包む無数の人と無数の光が頭を遠慮なく焼いた大助は逃げるように藁棚を上がったうちへ帰ると 角野が例のごとく万全たる顔をして「だいぶおうがしたなあご飯はもうお済みになりましたか?」と聞いた大助は「飯が欲しくなかったのでいらないよし」を答えて角野を追い返すように書斎から退けたが二、三分経たないうちにまた手を鳴らして呼び出した 家から使い分けやしなかったか、ね、ういえ大輔は「じゃあよろしい」と言った義理であった角野は物足りなさそうに入り口に立っていたが「先生は何ですかお宅へおいでになったんじゃなかったんですかなぜ?」と大輔は難しい顔をしただって お出かけになる時そんなお話でしたから大輔は角野を相手にするのが面倒になった「うちへは行ったさうちから使いが来なければそれでいいじゃないか」角野は不得要領にはあそうですかと言い放して出て行った大輔は 父があらゆる世界に対してよりも自分に対して請求であるということを知っているので事によると帰った後からすぐ使いでもよこしはしまいかと恐れて聞き正したのであった角野が書生部屋へ引き取った後で明日は是非とも道をに会わなければならないと決心した。 その夜大助は寝ながらどういう手段で道をに会おうかという問題を考えた手紙をャフに持たせてうちへ呼びにやれば来ることは来るだろうがすでに今日兄嫁との会談が済んだ以上は明日にも兄か兄嫁のために向こうから襲われないとも限らないまた平岡のうちへ行って会うことは 大助にとっって一種の苦痛があった。大助はやむを得ず自分にも道をにも関係のないところで会うより他に道はないと思った夜半から強く雨が降り出した釣ってある茅がかえって寒く見えるくらいな音が堂々と家を包んだ大助はその音のうちに 夜の明けるのを待った雨は翌日まで晴れなかった大助は湿っぽい縁側に立って暗い空模様を眺めて夕べの計画をまた変えた彼は道を普通の待合などへ呼んで話をするのが不愉快であったやむなくんば青い空の下と思っていたが この天気ではそれもおぼつかなかったといって平岡の家へ出向く気は初めからなかった彼はどうしても道を自分の家へ連れてくるより他に道はないと決めた角野が少し邪魔になるが話のしぐあいでは書生部屋に漏れないようにもできると考えた昼少し前までは ぼんやり雨を眺めていた昼飯を済ますや否やゴムのカッパを引っ掛けて表へ出た降る中を神楽坂下まで来て青山のうちへ電話をかけた明日こっちから行くつもりであるからと帰線を制しておいた電話口へは兄嫁が現れた だってのことはまだ父に話さないでいるからもういっぺんよく考え直してごらんなさらないかと言われた大助は感謝の字とともにベルを鳴らして談話を切った次に平岡の新聞社の番号を読んで彼の出社の有無を確かめた平岡は社に出ているという返事を得た大助は雨をついて またた坂を登った花屋へ入って大きな白百合の花をたくさん買ってそれを下げて家へ帰った花は濡れたまま2つの貨幣に分けて刺したまだ余っているのをこの間の鉢に水を張っておいて茎を短く切ってスパスパと放り込んだそれから 机に向かって道をへ手紙を書いた文句は極めて短いものであったただ至急お目にかかってお話ししたいことがあるから来てくれろというだけであった大助は手を打って角野を呼んだ角野は鼻を鳴らして現れた手紙を受け取りながら大変いい匂いですなと言った大助は 車を持って行っててて行乗せてくるんだよ、と念をした角野は雨の中を乗りつけの帳場まで出て行った大助は百合の花を眺めながら部屋を覆う強い蚊の中に残りなく事故を放棄した彼はこの嗅覚の刺激のうちに道夫の過去を分妙に認めた。 その過去には話すべからざる我が昔の影が煙のごとく這い回っていた。彼はしばらくして今日初めて自然の昔に帰るんだと胸の中で言った。こう言えた時彼は年頃にない安易を送心に覚えた。 なぜもっと早く帰ることができなかったのかと思った。初めからなぜ自然に抵抗したのかと思った。彼は雨の中に、由りの中に、再現の昔の中に、純一、無雑に平和な生命を見いだした。その生命の裏にも表にも、欲得はなかった。利害はなかった。 事故を圧迫する道徳はなかった。雲のような自由と水のごとき自然とがあったそうしてすべてがブリスであっただからすべてが美しかったやがて夢から覚めたこの一国のブリスから生ずる永久の苦痛がその時突然として大助の頭を犯してきた 彼の唇は色を失った。彼は目前として我と我が手を眺めた。爪の甲の底に流れている血潮がブルブル震えるように思われた。彼は立って百合の花のそばへ行った。唇が花びらにつくほど近く寄って強い蚊を目の舞うまで嗅いだ。彼は 花から花へ唇を移して甘い蚊にむせて失神して部屋の中に倒れたかった彼はやがて腕を組んで書斎と座敷の間を行ったり来たりした彼の胸は始終鼓動を感じていた彼は時々椅子の角やデスクの前へ来て止まったそれからまた歩き出した 彼の心の動揺は彼をして長く一緒にとどまることを許さなかった同時に彼は何者か考えるためにむやみなところに立ち止まらざるを得なかったそのうちに時はだんだん移った大助は絶えず置き時計の針を見た 「またのぞくように軒から外の雨を見た」「雨は依然として空からまっすぐに降っていた」「空は前よりもやや暗くなった」「重なる雲が一つところで渦を巻いて次第に地面の上へ押し寄せるかと怪しまれた」「その時雨に光る車を門からちへ引き込んだ」 輪の音が雨をあして大助の耳に響いた時彼は青白い方に微笑を漏らしながら右の手を胸に当てた。